はい、今日もね、試合のレビューをやっていきたいと思うんですけれども、まあ、私の、まあ、家、住んでる自宅の、まあ、横の横の横ぐらいに、ラーメン屋さんがありまして、まあ、また動画で、食べに行くところとか、紹介するときにお名前とか詳細は詳しくご紹介できればな、まあ、そうすると私の家バレちゃいますけど、したいなと思ってるんですけど、まあ、そこにね、こう、僕もはもともとサッカーやってたので、まあ、今も、ね、趣味ですけど、サッカーやらせていただいてて、で、地元のサッカーの先輩、まあ、クラブチームとかでコーチやってるような先輩がこう集まったりとか、まあ、そこのサッカー少年団とかチームに来てる子供たちの親御さんが集まったりとか、結構こう、みんなサッカー好きが集まるようなラーメン屋さんがあるんですけれども、この前そこでちょうど先輩に呼んでいただいて、お酒飲んでる時に、皆さんから結構動画見てるよって最近声かけていただけるようになりまして、本当にありがたい限りなんですけども、僕がよくやってるこの、オーレイですね。それを結構皆さん酔っ払ってくるとやっていただいてたりとかして、なんかちょっと、見てくれてるなっていうのを感じて嬉しいなと思う今日この頃でございます。で、結構ね、動画の、コメント欄っていうんですかね、方にも、いろいろメッセージ、皆さんくださるので、まあ、一個一個こう、返させていただいてますけど、まあ、なんかそうやって、楽しく、エスパルス、まあ、もしくはサッカーのことについて、こう、皆さんと触れ合えればな、と思っておりますので、引き続き、ちょっと真面目な話になっちゃいましたけど、レビューの前にちょっと、一言お伝えしたかったので、本当に、皆さんありがとうございます。これからもね、面白い、興味を皆さんが湧くような動画投稿できればと思ってますので、よろしくお願いいたします。運エスパソーコースエスパソートレスエスパソークワトエスパソー運ドイストレスクワトウオーレイ。どうも皆さん、ロコタウン飲んでございます。2021明治安田生命 J1 リーグ清水エスパルス対湘南ベルマーレ、今試合が終わりました。結果はね、1対1の引き分けでございます。勝てないですね、なかなか勝てねえ、勝てねえ、勝ちてえわでございますけれども。まあ、かなり、ロティーナサッカーはできてたのかなという感触はあったので、そんなにこう、ストレスなく、試合は見れたかなと思っております。まあ、良かった点としては、まず先制点が取れた。で、流れの中で取れた。で、多分皆さんも思っていらっしゃると思うんですけど、特に右サイド。エウシーニョ選手と中山選手の関係性、あとそこに河合選手が絡んだ時にかなり魅力的というか、まあ、今後攻撃の起点になってくれるのではないかなというところは、良かった点かなと思います。で、エウシーニョ選手ね、結構皆さん思うと思うんですけど、こうカットインしたり、サイド流れたり、ね、ドリブルしたりとか、いろんなプレーする中で、あんまりこうダイレクトプレーっていうのを、まあボール来たのダイレクトで叩くみたいなのをする選手じゃないのかなっていう印象を僕は持ってたんですけど、まあ昨日に関しては多分中山選手がちょうどこう、MC の選手がここっていうところにポジショニングするんでしょうね。こうダイレクトで叩いてチャンス作ってたりとかもしたので、今後この右サイドっていうのはかなりエスパルスにとって攻撃の起点になっていくのかなと。で、得点のシーンも、まあ、左サイドから右に振って、まあ、真ん中ら辺に、ペナルティエリアの手前くらいにね、板井選手が最後上げて、流れの中で決めましたけど、かなりいい感じではないかなと、思っております。で、あと今話した中村啓太選手ですよね。まあ、前半西田選手頑張ってこう、動き回ってくれてた後、後半から入って、でも多分ワンプレー目かツープレー目ぐらいじゃないですかね。中村啓太選手、後半入って、多分ワンプレー目かツープレー目ぐらいじゃないですかね。あ、中村啓太選手入ってきたと思っ
ったら、ボール持って中入って、まあ、逆に振って、で、点に繋がってて、まあ、中村啓太選手入ると、逆サイドにボール振れるので、まあ、そこもかなり、今後、エスパルスにとってのストロングポイントになっていくのではないかなと思います。で、彼の場合ドリブルもできるので、で、視野も広くてパスも逆サイド振れる。で、去年もね、点決めてましたけど、シュートもあるので、かなり、ストロングポイントになるのではないかなと感じました。で、逆に良くなかった点ですけど、まあ、やっぱ終了間際の失点ですよね。これはなんとかしないといけない。今回は88分ですかね。まあ、ロスタイム抜きにするとあと2分ですよ。まあ、その2分、短いようで長い2分がいつもあるんですけど、福岡戦かな?がアディショナルタイムで追いつかれて、1-1。で、神戸戦も多分88分だったと思うんですよね。古橋選手に入れられて、1-1。で、今回も88分に、ね、ウェリントン選手、借りを返した感じになると思うんですけど、エスパルスに対して。ね、神戸いろいろありましたよ。まあ、それで1-1と。あと2分、もしくはロスタイム、アディショナルタイム。そこを踏ん張れるか踏ん張れないか、そこじゃないですかね。なんでまあ、今回は踏ん張れなかったということで、まあそういうところはちょっと、変えていかないと、なかなか勝利っていうのは難しいのかな、というふうには思いました。はい。まああとね、こう、試合を見てて、一部面白いシーンがあったんですけど、飲水タイムの時に、多分中村啓太選手、水そこら辺にあると思って取りに来たら、水なくて、スタジアムのそのファンというか、観客の方に、ものすごいいい笑顔をしてくれてたんですよね。なんかそういうところで、チームうまくいってるし、選手たちも気持ちよくサッカーやれてるのかなっていうのを感じたので、中村啓太選手の笑顔、めっちゃ注目です。じゃあ今日も一句読んで終わりたいと思います。酔いたいな。お酒じゃなくて、勝利にね。お後がよろしいようで。それでは最後ご挨拶をしてバイバイしたいと思います。オーレイ!ではまた次の試合でーす。